はい。こんばんは。ハレルヤ。ハレルヤ、こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。あ、ちょっと口暗いな。ちょっともっと明るくして。はい、ごめんなさい。ちょっと今、調節中。調節がたくさんありまして。これを。調節しております。色ね。はい、ハレルヤ、アメン。こんばんは、ハレルヤ。頭つけてる？アメン、ハレルヤ。いろいろ調節がありましてね。大変なんですね。はい、ハレルヤ。今日はですね、今日4次元放送でですね、ニコ生でしょ、スティッカム、それからユーストリーム、それから YouTube、今日からですね、YouTube がですね、なんか長時間延長ができるんだそうですね。まあ、そういうわけで、今日から YouTube も録画をするようになりました。まあ、うまくいくかどうかちょっと分かりませんが、今のところ4次元放送で、4次元放送でやっております。はい、腰つべですね。腰つべ。腰つべはね、あれです。生放送じゃないんですね。腰つべは生放送じゃなくて、録画ですね。録画ですね。はい。まだ、腰つべの生放送はできてませんね。はい、アメン。それでですね、何の話からいきましょうかね。はい。それではですね、今日の背景はですね、これは湖ですね。長野県の、これね、ここかな。これちょっと山があるでしょ、これ、山。これ何山か分かる人いますか？これ何山か分かる人。何山でしょう？日本山ではありませんね。日本島ではない。わかる人いるかな？浅間山ではない。富士山じゃない。白馬ではない。桜島ではない。剣岳ではない。洋島ではない。難しいね、ちょっとね、これはね。榛名ではない。八ヶ岳近い。八ヶ岳近いですね。十字架島ではない。鳩山ではない、竹島ではない、これはですね、立科山ですね。槍ヶ岳ではない、立科山。1500メーターぐらい、そんな高い山じゃないですね。で、3年ぐらい前にちょっと登ったことがありますね。立科山、1500メーターです。低い山ですね。でも結構大変でした、登るのね。なんかこの、砂利道の登山道っていう感じで、非常に景色もあんまり見えなかったし、ちょっときつかったという、息子と一緒に登りましたけども、あたきさんこんばんは。登ったらですね、頂上がですね、曇りなんですよね。曇りだから、なんかこう、せっかく登ったんですけど、結局曇りでですね、景色が見えなかったという、そういう時がありました。はい。まあでもいいですよね。自然の中にいると慰めを受けます。なぜ自然の中にいると慰めを受けるかというと、やっぱり神様が作ったんですね、自然をね。皆さんも自然好きですか？自然の中にいると慰められますよね、励まされますよね。やっぱり神様がですね、人間を励ますために、きれいな景色、きれいな動物、きれいな動物じゃないな、きれいな、花、きれいな、景色、ね、そして、かわいい動物、かわいい動物、かわいくない動物もいますが、そういう神様が人間のために、その植物、動物、自然を作ったと。普通の進化論ではね、その人間が、人間のためということじゃなくて、人間も自然の中の一つだというような言い方をしますが、キリスト教は違うんですね。キリスト教というのは神様が作った自然ですから意味があるんだということですね。で、神が作ったものを被造物というんですが、その被造物の中で一番優れたものが人間なんです。そして神様は人間のために御子を送ってくれたんですね。御子というのはイエス様ですが、イエス・キリストは人間のために十字架にかかって死んでくれました。そういうわけで、世界はある意味では人間のために作られたと言っても過言ではないんですね。神様は、人間を愛しておられて、人間のために、世界を作って、人間を愛しています。ですから私たちはその自然を見ると慰めを受けます。皆さん、絵でも音楽でも文学でもその作品の中に、著者の性格とか、性質が 見れますよね。明るい人は明るい絵、暗い人は暗い絵を描くわけですが、この自然界は神様の作品です。だからものすごく神様の素晴らしさが現れていますね。めっきり寒くなりましたね。で、皆さんはですね、神様の作品です。皆さんは神によって作られた素晴らしい作品なんです。傑作なんですね。皆さんは傑作です。一人一人傑作です。もう私も傑作です。どういう意味で傑作かちょっと分かりませんが、傑作で。皆さんも傑作なんですね。そして、その傑作である人間が罪によって、せっかくの傑作がですね、ダサくになっておりまして、ダメ人間になっちゃってるんですが、そのダメ人間が傑作に人間になるためには、罪というものを解決しなければならない。その罪という問題をイエス様は解決するために十字架にかかって死んでくれました。ね、どこに傑作と書いてある？あれですね、神の作品であってっていうところがあります。どこだったかな？神の作品っていう箇所がありますよ。ですから皆さん、私たちはもともと傑作に作られていますが、その傑作人間に回復するためには、イエス・キリストを信じて、その油注ぎを受けて、神の力を受ける。その神の力を受けるとき、私たちは傑作人間に回復します。クリスチャンは失われていた傑作をもう一度取り戻すと言ったらいいでしょうか。ですから、油注ぎ受けたい。アメン。素晴らしい。素晴らしい。ですから皆さん、人生はやり直しが効くんです。もうおしまいではありません。もうギブアップではありません。誰でも人生やり直しは効くんです。失望してはいけません。皆さんには希望があるんです。皆さんには希望があるんです。イエス様は皆さん一人一人を知っていて、愛しておられて、皆さんを回復したい、取り戻したい。皆さんは悪魔の捕虜になっていましたけど、イエス様はその捕虜になった一人一人の人間をもう一度買い戻したい。それを買い戻すことはあがないっていうんですが、買い戻したい。神様が、その悪魔から取り戻して自分のものにしたい。これが十字架です。これが十字架。皆さん、皆さんは愛されてるんですよ。イエス・キリストに愛され、神様に愛され、神様に来て愛され、神様が皆さんを招いて待っているんです。皆さんが神に立ち返ることを待っているんです。家出した少年少女を親たちが待っているように、神様は失われた一人一人の人間を待っているんです。皆さんを待っているんです。手を広げて、帰っておいで。私のところに帰っておいで。神様は皆さん一人一人に手を差し伸べて、私のところに戻っておいで。私のところに戻っておいで。神様はそのように皆さんを待っているんですよ。ですから皆さん、皆さんはみなしごではありません。皆さんは、神様に愛されている素晴らしい存在なんです。ですから、ぜひ、ぜひ、皆さん、もう一度自分の人生を考えてみましょう。ね。もう一度皆さんの人生は、まだやり直しが効くんだよ、ということですね。やり直しが効くんだよ。やり直しが効くんだよ。期待されてるんだよ。待ち望まれてるんです。皆さんを待ってる方がいるんですよ。皆さんを待ってる方がいるんです。皆さんを愛したい方がいるんです。本当の愛で、永遠の愛で、大きな大きな愛で、皆さんを愛したいと思ってる方がいるんです。皆さんは愛されなければなりません。皆さんは愛されるために作られたんです。神様は皆さんを愛するために作ったんですが、サタンが邪魔をして、神と断絶させて、愛せない状態になっているんです。しかしもう一度神様は、皆さんを愛したいために、御子イエス・キリストをこの地上に送り、イエス・キリストは神のメッセンジャーとして、神の愛を伝えるために、この地上に来たのです。多くの人はそのことを知りませんが、皆さんは幸いなことに神様に集められて、神様に促されて、今この放送を見ているんです。今皆さんはこの放送を見て、その神様のメッセージを聞いているんです。そうか。私は単なる進化論の猿から進化したものではないんだ。偶然生まれて、偶然存在しているものではないんだ。たまたま生きているものではないんだ。私は愛されるために作られたんだ。愛されるために作られたけど、罪人として生まれてきて失われているだけに過ぎないんだ。皆さんはそういうわけでこの部屋で、正しいことを聞いております。皆さんは、真理を聞き、福音を聞き、神の愛を聞いております。そして皆さんはこの部屋で神様の愛を体験しています。受けています。神の愛を受けているんです。ね。神の愛を皆さんは受けています。はい、今日のタイトルはですね、あなたは悪を憎みますかということですね。じゃあ、ちょっと聞いてみましょうかね。アンケートがいいでしょうかね。それじゃあですね、まあこれはなんかあまりいいアンケートじゃないかもしれませんが、直接聞きましょう。皆さんは悪を憎みますか？はい。憎む人は1。悪を愛する人が2ですね。悪を愛する人なんているでしょうかね。悪を愛する人が2。悪を憎む人が1。ね。真面目に答えてくださいよ。これ大事なアンケートなんですからね。もう統計ですからね、皆さんが正直にやってくれないと困るんですね。はい、悪を憎む人が1、悪を愛する人が2ですね。はい、いきます。いい結果が出ますように。1、2の3。ああ、いや、でも結構、皆さん、6割の人がなぜ悪を愛するんですか？何のためにこの放送を聞いてるんですか、皆さん。6割の人が悪を愛してどうするんですか、皆さん。何をやってるんですかと、そう怒っちゃいけないですね。そう怒ったらあまり良くない。そこでちょっとこう、少しこう忍耐強くね、忍耐を持たなければなりません。はい。まあ、そういうわけで、4割の方は、悪を憎むということで、まあ嬉しいですよ。ね、嬉しいです。